ピーチさん、金カツって知ってますか？金カツ、はい、金カツか、めっちゃしてるわ。おお、マジっすか。うん、けどな、どんなのやってるんですか？え、あの筋肉のトレーニングでしょ。いやいやいや、めっちゃしてますよ筋トレまあそれもある意味筋肉のトレーニング、うん、筋活かもしれないですけど、うんうん、はいはい、それとは違うんです。違うんですか。はい、サトピーが今言ってるのは、うん、バイ菌の菌に生活の核って活って書いて、うん、筋活のやつですね。あ、そう、あの筋活のやつね、はい、あの、はい、発酵食品やキノコなどを積極的に食べて、うん、腸内環境を整えることで、うん、美容にも健康にもいい効果が期待できるんですよ。じゃあバイ菌を食べてるわけじゃないね。そうですね、菌ってことや。はい、うん、そして、うん、ビフィズス菌や乳酸菌などの 善玉菌には、うん、ストレスの感受性を低下させる機能もあるらしくって、はいはいはい、精神疾病になりづらくなる効果も期待できるんだそうです。なるほど。なんか美容とか健康は分かりますよ。はい、でもその精神的なのに効くってほんまかいなっていう感じですけどね。ああ、サトピーも最初はそう思ったんですよ、うん、はいはい、で調べたら、うん、あの九州大学が2004年にマウスを使って実験をしたそうなんですけれども、はいはい、無菌のマウスにいろいろな菌を与えてストレスの感受性を測ったところ、ビフィズス菌と乳酸菌を飲ませることでストレス感受性が半減してストレスを感じにくくなったそうなんです。まあ人間とマウスやと一緒ってわけじゃないとは思うけど、まあちょっとは期待できるのか。そうですね、うん、なのでサトピーできる男だからたくさん仕事が来て日々忙しくてストレスな毎日なんですよあ、そう。なので最近は朝食に納豆を毎日食べるようにしてますねまあサトピーができる男で仕事が来てるかどうかは分からへんけどなんかちゃんとできてないから仕事が溜まっていってるような気もするんですけどあの納豆食べてんの？はい、まあ、納豆僕も好きですよ。いいですよ、だって高タンパク低脂肪ですから最高です。筋肉にも最高、健康にも最高。でもちょっと待って、菌は、はい、あれ納豆菌ですよ。ビフィズス菌とか乳酸菌とは違いますけどね分かってたとはいえ、はい、とはいえね、納豆菌と乳酸菌を一緒に食べるとなんかすごい効果が期待できるっていうことは聞いたことある。ああそうなんですか。そう、まあ、まあ納豆菌があれだと知ってましたけど、うんうんうん、それならサトピこれからヨーグルトに納豆を混ぜて毎朝食べるようにします、うん、そう、ちょっと納豆にヨーグルト混ぜて食べる、ちょっとそれはそれでさ見た目もそうやけど、けどさ味的にもそれストレスにならへん、はい、ストレス感受性を低下してくれたとしてもプラスマイナスゼロかさらにストレス増加しそうな気するんですけどそっか、まあそこはじゃあ一旦検討してみますね、うん、ただ毎日大変な人もぜひゴスペルで精神的に癒して体は筋活で癒してみてください。